とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、タワー3周やっていきます。まあ、いつも通り普通に来てます。うん。昨日までがね、ちょっとね、欲丸出しでやってたので、無欲で行きたいと思います。無欲で3周回ってみましょう。気持ちの問題なんだけどね。気持ちの問題なんだけども、まあ、無欲でね、行ってみますよ。そうすると何か、いいものが出る気がする。どうだ？ああ、森をつけるのが忘れた。森をしっかりつけてね、オーバーチャージで、打ち込んでいく。そうすると、すぐに倒せると。いうことで、5発だね。5発で倒せます。はい。では、クリアですね。今日は3周、最近ね結構早くなったもんね。3周だから、ああま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 あ最初はね、うん、まあ1周もう30分かからなくなったので、そこそこ早く、クリアすることができるようになってます。まあ何でもいいな、これは何でもいいです。ベノムグレイブをお供え物にしましょう。2周目行こう。それでは2周目、今回も無欲で行きましょう。特に何も考えず、いいのが出ろとかそういうのは考えず、行ってみましょう。いいかい？俺、ちょっと攻撃してないな。ゴーレムね、結構、なんか、動かない時結構あるよ。あれなんだろうな。来た、おお、危ね。ゴーレムも HP を戻してくるのを忘れてた。でも大丈夫。よし。あ、ちょっと待って。結構ギリギリかもな。しゃ、あ、やっぱ、ゴーレムが結構タンクになってくるからな。うん。それで、ダメージを回避できてたんだ。なるほどね。まあいいか。ゴーレムの HP を元に戻すのは大事だね。忘れてた。ほう。おお、なるほど。まあまあまあ。全然、なんでもいいんですけど。まあユニークが一番いいね。これにしましょう。それでは3周目来ました。今回ツインボウに、マルチショットが黄金でつきましたね。これマルチショット出れば、一発でいける？あ、いや、一発じゃ無理か。でも2回連続でマルチショットが出れば、倒せる。出ない。そう簡単に出ないもんね。あ、お、出たー。うん、でも出れば半分は持っていく。それぐらいの威力はありました。それでは、3周目。クリアっすね。もう、楽勝、楽勝。なるほど。汚れはなんかあるかい？いやー、いいのはついてないね。スポンジか。まあ、輝きついてるし、いいか、カウンター用に一応取っといてもいいかもしれませんね。まあ黄金でもないし、うん、お供え物にもいいしね。これにしましょう。それでは3周終わりました。出た報酬見てみましょう。こんな感じでしたね。ベノムグレイブ、ラギッド、スポンジ、微妙です。特に何も考えずにね、無欲で行ったんだけども、まあ、出ないですね。出ない。あ、でも途中でね、これが出たな。一個ね、いいの出たんだよね。あ、これ。愛のスペル棒。これがお店で売ってました。うん。クールダウンショットとアーティファクトチャージ、重力までついて、なかなか使えそうなやつです。まあ、今のところはね、バブルバースターしか使ってないので、そこまで必要ではないかもしんないけども、あ、まあ、海底あたりではいいかもね。うん。深海エリアとかではこれは使っていけそうな
やつだと思います。はい。まあ、とにかく、無欲だろうが、欲があろうが、出るものはあまりよろしくない、ということだね。うん。タワーも、あと、一週間でまた新しく変わります。楽しみだね。まあ、それまでにはまた、毎日、5、6週やって、厳選していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。